鈴木隆雄鈴木隆雄は日本の官僚国会職員法学博士第二次世界大戦後55年体制の成立期において衆議院事務総長を務めたその退職後は第二代国立国会図書館長となりまた味の元株式会社の経営に携わった宮城県育郡角田町の医師の家に生まれる宮城県立白石中学校 旧制広崎高等学校を経て、東北帝国大学法文学部卒業。在学中、高等文館試験司法課、行政科に合格した。1931年、内務省に入省して、警視庁に配属されたが、同年、主営副長として、衆議院事務局に転じ、主営の教育にあたる。主営副長在任中の1936年、2.26。 事件の際には、仮議事堂に現れて抜刀した、反乱軍の証拠を前に、玉座のある議事堂において抜刀することの日を冷静に、咎め、その後探査は長く、語り草となった。1937年、衆議院書期官に任ぜられる。即記課長、その後、秘書課長を命ぜられる。この時期、第9代衆議院書期官長、田口一室一の著書、 委員会制度の研究の総工の執筆の多くを委ねられた。同書は帝国議会時代における議会運営の実務理論に関する体系書として貴重なものである。秘書課長時代には戦時下第10代衆議院書機関長大木三章の下で軍部など各方面の情報収集に奔走した。その様子は大木の日記に残されている。 第二次世界大戦終結後、1945年に委員課長を命ぜられ、国会法、新衆議院規則の立案等、新憲法施行を前にした議会法規の整備に尽力した。1947年、新憲法、国会法の施行に伴い、衆議院参事となり、委員部長を命ぜられ、1953年には事務次長を命ぜられる。この間、 一般国民への議会理論の普及を目的として国会運営の理論を表す。同書は事務局においてバイブルとされ、実務における議会運営理論の支柱となっている。1955年、左右者回答の統一や保守合同を機に退任した大井家臣の公認として第3代2人目の衆議院事務総長に選出された。 55年体制成立期の度重なる議事の混乱の中、衆議院の事務方の長としてその任にあたり、1960年の日米安全保障条約審議においては、与野党との折衝に奔走した。鈴木はあくまで議会の権威を守るため、警官隊導入には反対であったが、院内への警察官の導入等の責任を取り、在任4年8ヶ月で辞任した。 辞任許可の本会議を前にした議員運営委員会の会議録にはその退任を惜しむ委員の声が記録されている。1961年、金森徳次郎の退任の後空席となっていた国立国会図書館長に任命される。同年、国会運営の理論で東北大学法学博士。1965年に退任するまでの4年間に赤坂離宮から移転した。 長田町の新庁舎の会館、外国の立法の総刊等が行われている。国立国会図書館長の退任後は、味の素株式会社の経営陣に加わった。1980年、議会開設90周年の年に没した。76歳没。ありがとうございます。